皆さんこんにちは。アロハ。ハワイに住んで17年、2匹の猫ちゃんと暮らす南です。先日の動画で、ハワイのパン屋さんベスト5っていうのをご紹介したと思うんですけど、本日は、私が選ぶハワイのケーキ屋さん5選ということでね、今日は順位をつけません。なぜかっていうと、どれもこれも私の好きなお店だからです。順位付けせず、私の好きなケーキをご紹介いたします。私は黄色いモンブラン、日本の黄色いモンブランが大好きなんですけれども、ハワイには残念ながら黄色いモンブラン売ってないんですね。で、なんで売ってないのかなと思って、とあるケーキ屋さん の、あのパティシエさんに聞いてみたことがあるんです。材料費が高くって、ハワイで黄色いモンブランを作ろうとすると1個10ドルぐらいしちゃうそうなんですね。それでは高いっていうことで、あえて黄色いモンブランは作らないそうなんですね。で、私黄色いモンブラン大好きなので、それを知ってるお友達がハワイにね、遊びに来るたびに保冷剤をいっぱい詰めてハワイにお土産でね、持ってきてくれるの本当に嬉しかったです。そんな私が選ぶハワイのケーキ屋さんです。どんな、ケーキが入っているんでしょうか。それではレッツゴー。